はい、こんにちは。 FTM ラジオりょうです。今日はタバコは手術の時に吸っていたら本当にやばいのかっていう話。みんなはタバコ吸ってる？俺はね、二十歳の頃からまあ吸い出して、その時はね、まあカッコつけでね吸ってたんだけども、だからまだねニコチン依存症にはなってなかったんだよね。で、21で手術を受けたから、まあその前には普通にやめることができました。なんでタバコをやめないといけないのか。それはさ、だってドクターに言われるからでしょ。まあドクターがね、タバコやめなくてもいいですよっていうことであればやめなくていいと思うよ。ただやめた方がいいですよっていうってことは、まあそれなりに理由があるっていうことだよね。有名なのはさ、血流が悪くなって乳首が取れちゃうっていう話。この前さ、そんなね動画を投稿したんだけども、そしたらね、コメントの方にね、それはただの手術失敗だろ、タバコのせいにするなよみたいなね、コメントをくれた人がいました。まあ FTM かわからないんだけども、もし FTM さんだったらガンガンねタバコを吸って、手術に臨んでもらいたいと思います。その結果を教えてもらいたい、まあそういうね、考えの人もいるんだけども、やっぱり自分の体だし、何かあった時にねやっぱりやめとけばよかったって思うよりは、本当安全にね手術したいよね。タバコはさ、なんといっても人間の疾患の原因ほぼ全てに当てはまるってみんな知ってた？例えばがん、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、それらの病気はタバコが原因ですよとは言われないんだけども、タバコも影響してますよって言われるんだよね。それともう一つ、ストレスもその全ての病気に当てはまるんだよね。ストレスがない人なんてあまりいないよね。だから本当の原因はストレスかわからないんだけども、ストレスはその病気の一つの原因でもあるっていうね、全てのことに対して当てはまるっていうことなんだよね。今さ、喫煙者が減ったでしょ。肺がんってタバコを吸う人がなる病気だって思わない？そうしたらさ、喫煙者が減ってるんだから、その肺がんの人もどんどん減ってるはずだよね。減ってると思う？減ってないんだよね。特に女性の肺がんが増えているんだ。なんで女性の方ががんになりやすいかというと、はっきりは分かっていないんだけども、女性ホルモンが関係しているのは確かなんだって。ということは MTF さんは、そう、女性ホルモンを打つからね、だからがんになりやすいから気をつけてねって言われるんだよ。じゃあ俺らね、男性ホルモンの方はどうかというと、あれはほとんど油、ドロドロだからね。ってことは血管が詰まる病気だよね。ってことはね、タバコ、血管の話だよね。やっぱりタバコは良くないよね。手術する前はもちろんタバコはやめた方がいいに決まってるんさ。ただタバコのせいで 100% 手術失敗するよっていうことはない。やめられないのはわかるけど、やめた方がいいね。今日はタバコは体に良くないっていう当たり前の話でした。今日もグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。タバコは贅沢品だよね。ではまた、バイバーイ。